岐阜県郡上市の牧歌の里でおよそ20万本のチューリップが見頃を迎えています標高およそ1000メートルの高原にある牧歌の里には27種類のチューリップが咲いていて今年は平年より1週間ほど早く開花したということです牧歌の里のチューリップ畑は毎年テーマを決めてデザインしていて今年は江戸のうさぎにちなんで飛び跳ねるような躍動的なデザインになっているということです チューリップの花はゴールデンウィークが始まる頃に満開になる見通しで連休中も色鮮やかな花を楽しめそうです。